えっと、僕はですね、4日に1遍ぐらいのペースですかね。あの、このボイシーのですね、えー、プレミアムリスナーっていうので、白熱教室っていうのをやっているんですね。それ何かっていうと、えー、オンラインサロン西脇き広エンタメ研究所に投稿した記事を1個ピックアップしてですね、まあ、30分僕が授業をするっていう。で、この白熱教室っていうタイトルですから、あの、白熱してるんですよ。で、やっぱりこの、その時の体制、体制っていうのは本当にポーズですね。 によって声の張りって変わってくるじゃないですか。白熱教室の時は、あの、立って喋ってるんですよ。立って喋ると結構勢いがつくんで、時にですね、白熱教室は屋外で、えー、撮ることがあってですね、もう川沿いとか、えー、川沿いで河原とか、あとは砂浜とか、そうした時はもう本当にね、もう大声で、どーンってやってるんですよ。 <laughs> やっぱりその時の場所だとかシチュエーションだとかあとはやっぱポーズですね体勢によって声の張りっていうのが変わってくるのでまあ白熱教室っていうぐらいですからもう熱血な感じを出そうと思ってですねいつも座ってボイシー喋ってるんですけども白熱教室の時はもうそうやって立って喋ってたりあるいは屋外で大声で喋っていたりするんですけども今僕が えー、どういう体制で喋ってるかというとですね、自宅のベッドでちょっと寝転びながら、えー、録音してみようと思って。そうすると、どういう感じになるのかなっていう今日ちょっと実験しようと思ってですね、今寝転びながらね、ちょっと録音してるんですけれども、もうこの時点で結論出たなと思うんですけども、全然ダメですね。<laughs> むちゃくちゃ喋りにくいし、全くテンションが上がらないし、さっきからずーっと甘噛みしてるし、 やっぱベッドの中で喋、えー、ってみるのはもう全然良くないですね。<laughs> これ前も試したんだけど、ワンチャンいけるかなと思ったんですよ。あのベッドでこうね、横で添い寝してる感じでこう喋るとですね、結構距離感が近づくんじゃないかなと思って、今ね、このどういう体勢でいるかっていうと、ベッドの中で布団をかぶってですね、この肘をこう立てて、こうな、これなんていうのこの、 肘を立ててこう、肩、肩肘立ててこうやってね、あのー、枕、肘枕して、肘枕って言うのかいこれ。で喋ってるんですけども、もうね、全然テンションが上がんないです。<laughs> 全くテンションが上がんないし、全然うまく喋れないし、どっち向いて喋っていいのかよくわかんないし、もう今もちょっと甘がみしかけたし、えー、今日の放送は多分失敗すると思います。西野さんの朝礼今日もよろしくお願いします。